佐藤澄香です。腸活で健康に無駄なく自然に痩せる方法をお伝えしていきます。その方法はですね、ファスティングです。私このファスティングを、今までも何回もね取り組んできておりまして、そのおかげさまで、すごく健康体維持できておりますし、この体型も維持できているわけです。今回、2020年5月11日、来週の月曜日から、私自身また、ファスティング、取り組んでいきますので、またそのご報告も兼ねて今日は、お伝えしていきたいと思います。今から、楽しみです。なぜ私がこのファスティングをするかと言いますと、もう目的はここなんですね。体の中を大掃除したいんです。それはイコール痩せ体質に生まれ変わるためにするわけですね。体質自体を変えるということなんです。この痩せ体質に変わらない限りは、どんなに食事制限をしたとしても、どんなに頑張って運動をしたとしても痩せることが、難しいんですね。ですからまずはファスティングをすることで体の中を大掃除して痩せ体質に変わりましょうということです。そうすれば自然に痩せます。そしてその痩せることももちろんなんですけれども、今回の私の目的はですね、知らず知らずのうちに体の中に溜まってしまった有害物質ですね、有害物質を除去したい、もう全部デトックスしていきたいというのが私の今回の目的です。例えば今の時期でしたら、九州は特にPM ですとか大気汚染ですね、空気中の有害物質を吸い込んでしまっていたり、気をつけてはいるんですけれども、その農薬であったり、食品添加物ですね、こういったものを完全にそのゼロにするというのは実際難しいですよね。なのでそういった知らない間に体の中に溜まってしまったそういった悪いもの、有害物質をこのファスティングをすることで体の外に出せるんです。そして結果その、腸がきれいになりますから、その腸内細菌ですね、腸内環境がとても良くなって、結果その、全体の7割あると言われているその免疫細胞が活性化しだしますから、特に今こういった新型コロナウイルスの影響ですごくその免疫力って大事と皆様も今まで以上にお分かりになってきていると思うんですけれども、その免疫力を上げるためにも今回私は一度ここでデトックスしておこうと思ったんですね。なので、大掃除した結果免疫力が上がる、結果、腸内環境が良くなりますから、イコール、自然に痩せ体質になって自然に痩せたということになるんですね。なので、始まりはその健康体質を、痩せ体質を作る方が先です。痩せたから健康になっているのではなくて、健康なお体ができたからこそその結果自然に痩せていくんですよということです。でこのファスティングのですね、メリットなんですけども、もういっぱいあるんですが、ここでは主に3つお伝えしていきますね。1つ目はですね、このお話も踏まえてのお話なんですけれども、いいこと、ここもいいことでしたが、1つ目サイズダウンです。私はですね、その腸活の、ダイエットプログラムのアドバイザーですから、そのクライアントの方とお話する中で、皆さんがですね残念そうにおっしゃるのは2つありまして、その
痩せたんだけれども、痩せた場所がそのお顔がこうげっそりしてしまったり、こうお胸がこう垂れてこうダウンしてしまったりですね、どちらかというとその上半身のこの辺りだけがこうげそっと落ちてしまって、見た目的にもその美しくない状態、人からこうどうしたの大丈夫ってこう心配されてしまったっておっしゃっていらっしゃって、そこの部分がやっぱりすごく残念だったんですっていうお話をこう聞くんですね。でもちろんそうなんです、巷のこう、ダイエット方法ですよね、糖質カットであったり、こう無理な運動であったり、そういったのはその脂肪が落ちてるのではなくて、その筋肉が落ちてしまってるわけですから、その健康的に体重が落ちていないわけです。しかもその上のあたりこうねゲソッとしてしまうということで、気になっていたお腹周りはこうあんまり変わらないという方が多いんですけれども、ファスティングは内臓脂肪、筋肉を落とす方法ではなくて脂肪を落とす方法なので、その特に内臓脂肪ですね、内臓脂肪を燃やす方法ですから、もう本当にねお腹周りが一番効果が出ますし、ご経験者の方お声いただく時にも本当先生お腹すっきりしたっていうのが一番のお声、ダントツトップなんですね。なのでメリットとしましては、脂肪、内臓脂肪が落ちるのでサイズはお腹周りが一番顕著に出ますよということです。で2つ目は期間です。ファスティングの良いところはその短期間で体重を健康的に自然に落とせますよっていうことなんですね。でこれはですね、だいたいご経験の方のお話、伺うこと多いんですけれども、結構長いんですね、皆さんすごく長期間頑張って糖質カットされて、やっと落ちましたってお話伺うんですけれども、このファスティングはそういったもう何ヶ月も3ヶ月も半年も1年もかけるような方法ではなくて、私が来週から取り組むのは3日間だけです。で平均でだいたい 2,3 キロ体重が落ちます3日間 でこれもちゃんと仕組みがあるからそうなるんですけれども、その何ヶ月もですねこう辛い運動頑張ったり食事制限をしたり労力も時間もお金もかけるのではなくて、メリットはその短期間でしかも健康的に痩せ体質に変わった結果体重を落とすことができるというのがメリットの2つ目です。で次はですね、ここすごく大事ですよね、リバウンドしにくいというのが3つ目のメリットです。残念ながらですね、いろんなダイエット方法あります。でもちろん効果があります、落ちます。ただ先ほどお伝えしたように、こう不健康な脂肪ではなくて筋肉を落としてしまうようなやり方でしたりとか、そのほとんどですね半年ぐらい経った頃から必ずほぼほぼの方体重が戻ってしまいます。戻るだけならいいんですが、もうほとんどその、プラスアルファ要はリバウンドですよね、そういった経験、されていらっしゃる方すごく実は多いんです。でそのファスティングの良いところはその基礎代謝を落とさずに脂肪を燃やすわけですから、リバウンドしにくいんですね。でまた先ほど、冒頭にお伝えしたそのお体を大掃除するわけです。せっかく内臓から細胞レベルで若返ってきれいになったそういった臓器をまたこうわざわざ同じことをしてこう汚したくないっていう思いがすごくこう強まるのもメリットなんです。そこがそのリバウンドしにくい原因ですね。であとはですね、その3日間ですね、食べ物をお休みしますから酵素は取るんですけれども、その間に胃がこう小さくなってくれますよね。なので今まで行っていたようなこう一気に食べる一気食いドカ食いみたいな、ガブガブっと一気にその大量に食べれなくなります。食べれないですよ。そして
もう一つは味覚がファスティングをするとものすごく鋭くなります。今まで気づかなかった食品添加物の味ですとか、こう不自然な、要はこう自然な味じゃないものですね、科学的に作られたような味はすぐに分かります。今までこう普通に食べていたようなものがファスティング後、何かの機会でこう食べるとですね、なります。特にこうコンビニ系の添加物いっぱいであったり、化学調味料たっぷりのですね、食べ物は本当にその薬品の味が分かるようになります。なので、私の指導のもとファスティングご体験された方からはですね、もう先生何が嬉しいかって、その食べ物を選ぶ力がついたっておっしゃってくださるんですね。今まで何もこう気がつかず何でも食べてたのに、これはもう食べたくない、今まで平気で食べてたようなものがもう体に良くないって、そのもうお口に入れた瞬間分かるわけです。これすごいことなんですね。その力を手に入れられたら、あなたの5年後10年後のお体が必ず変わってくれますよ。お体って本当に正直ですからね。もうそれは私も十数年前の自身の体調不良を経験したからこそ身をもってこの場でお伝えできるんですけれども、食べたもので体はできています。ですから、いかにその食べ物が重要かということですよね。そして今お伝えしたこのメリット以上になりましたけれども、日頃ですね、こう自宅で例えるなら、こまめにお掃除はされると思うんですね。ただ、年末ですとか大掃除する時ありますよね。大掃除ですとか、断捨離ですね。定期的にそのものを見直してお掃除して不要なものを排除する、それは大掃除がファスティング、お体にとってはその断捨離ですとか大掃除がファスティングという行為にこうなるわけなんです。私もですね、来週月曜日からこのファスティングプログラムスタートするんですけれども、ファスティング期間は、たったの3日間です。たったの3日で、これだけのことが体から起こってですね、こう人生が変わるぐらい そのお体のデトックス効果が出ますし、体質改善ですね、痩せ体質に生まれ変わっていただいて、その生まれ変わったいい体質のまま今度キープするという方法がファスティングになります。でまた今後も私のファスティング日記をですね、日々配信してまいりますので、ぜひご一緒にご覧いただきたいと思います。でまたですね、このファスティングって何ですか、もしくはファスティングやってみたいですとご興味がおありの方は、詳細欄に私の LINE のリンクを貼っておりますので、そちらからご登録いただいて、いつでもご相談ください。一つ一つ丁寧に私からお返事させていただいております。でまたこの動画を繰り返しご覧いただいて、こう繰り返し日々のあなたの健康美容にお役立ていただきたいと思います。繰り返しご覧くださいね。そしてこの動画のお話が役に立ったと思っていただけましたら、高評価ボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。